原圭一です、日本から来ました、カラフルの監督をやりました。まあ、アニメーションの専門学校を卒業して、でそこから新鋭動画というドラえもんとかを作っているプロダクションに入ったんですね。で最初はその制作進行という、まあ、一番こう下っ端の、あちこち忙しく走り回るような仕事をしてまして、でそこから演出の助手になって、でドラえもんで初めて演出になったんですね。でもそれはテレビシリーズの何人もいる演出の中の一人 でそれをやって、エスパーマミという、藤子 F 不二雄先生 の原作のシリーズで初めてチーフディレクターになったんですね。まあ、監督のようなもんですけど、でその後番組が終わってからちょっと考えるところがあって、7ヶ月ぐらい東南アジアをバックパッカーで放浪しまして、でその後がクレヨンしんちゃんなんですね。でクレヨンしんちゃんは本郷充さんという方が監督で、まあ、僕はその何人かの演出の、チームの一人として最初は仕事をしていました。で本郷充さんが、監督を辞めた時に僕が今度は監督になりました。でそこから、6本映画も監督をしまして、でその後長年作りたかった、カッパの空と夏休みを、作れることになって、キスキスキスそんな時にそのサンライズの人が、カラフルの企画を僕に持ってきたんです。でその人は僕が新鋭動画の社員だとは思ってなくて、フリーランスだと思ってその話を持ってきたんですけれど、で実はそのカッパの空という作品を今作れそうな感じになってるんですと、でもし作れるようになったらそれをどうしても先にやりたい、でもカラフルの原作もすごく興味を持ったので、もし待ってもらえるなら、カッパの後にカラフルをやりたいんですという話をしたんですね。でその方っていうのは今そのサンライズの社長になってる内田さんって方なんですけど、したらその内田さんが本当に僕がもうびっくりするぐらいあっさりと「ああ分かった、待つよ」って言ってくれたんですよ。で、もう僕はじゃあカッパが無事に作り終えたらもう会社を辞めてね、フリーとしてそのこの人と仕事をしようと思ったんです。まあ僕は社員でしたから他の会社の人の企画をやるっていうわけにはいかなかったですからね、これはもうやめるしかないと思ってたんです。それでカッパを作り終えて会社を辞めて、別に喧嘩をして辞めたわけではないですけどね、それでフリーになってカラフルを作ることになりました。まあ僕自身その森さんの原作はその内田さんに本を渡されるまでは読んだことなかったんですけれど、読んだら非常に
共感できたし、いい話でやりたいと思ったんで、まあ実際に作ることになったんですけれど、僕はそのなるべくその原作を形を壊さずにそのまま作りたいと思ったんですね。で、森さんは今回カラフルは2度目の映像化なんですね。一度実写で映画化されてまして、で2度目ということもあるのか、今回は私はあまりもう口を出さないつもりですみたいなことは言ってくれたんですよ。で、まあ僕の書いたプロットもこれでいいですということを言っていただいて、でそこからまあシナリオ作業に入っていったんですね。僕はさっきも言いましたけど、なるべくこの原作の形を壊さずに映像化したいと思ったんですよ。で、まあでもその長さがね、やっぱり問題になってきまして、原作をそのまま映像化したらやっぱりとてもその2時間ぐらいの映画には収まらない、もっと長くなってしまうんで、どの部分をこう外すかいうことは考えまして、そうですね、一番大きい部分で言うと、その誠のお父さんのキャラクターをちょっと登場のこう回数を減らす方向にしまして、原作だともっとたくさん登場してるんですけれど、あまりこう家族と関わらないようなお父さんということで登場を減らしましたね。で、あとはそうですね、キャラクター的には原作で出てきて重要な役を果たす人はあまり外してはいないとは思うんですけれど、アニメ化の方のオリジナルの部分っていうのは、キャラクターでいうとそのプラプラが原作だと大人の男の人の見た目で天使という呼び方をしてるんですね。背中に羽もあるような。でそれを僕は見た目が子供で、天使かどうかわからないっていうちょっと曖昧な設定にしたんです。で、あと誠の家の家族構成も、おじいさんとおばあさんと同居していて、おじいさんも亡くなっておばあさんもつい最近ちょっと前に亡くなったという設定にしたんですね。で、お母さんとの間の、お母さんとおばあさんの確執みたいなのもちょっと匂わせるような部分を入れました。それとトラム、タマデンというね、廃線になったトラムを早乙女くんと誠がその廃線跡をたどるっていうエピソードはアニメーションのオリジナルになってますね。ほとんどが現実にある場所を舞台に作ったんですね、このカラフルは。で、その場所のことを僕なりにちょっと調べてる時に、僕がやっぱり偶然知ったんです。そのかつてその場所に玉電というすごくこう短い線なんですけどね、ローカルな市電
市電っていうんですか、日本だと、その、まあ、トラムが走っていたということを知って非常に興味を持ったんですよ。で、それでなんかこう物語の中にうまく入れ込めないだろうかと考えまして、でああいう形で入れてみたんですね。ただ僕としてはうまく馴染むんだろうかというちょっと心配があったんですけれど、でもまあ日本でもそうだったし、フランスでもそのトラムのシーンを結構気に入ってくれる人が多かったんで、すごく安心して したんですけどね、うん、で山笠さんって方はそうですね、なんかジブリの作品とかもやってるとてもうまいアニメーターなんですよ。で、まあプラプラの見た目なんかはすごく山笠さんのアイデアが良かったなと思うんですよね。髪の毛がちょっとこういうふうに跳ねてて、天使じゃないと言いながらもこの部分がちょっと天使を連想させるような羽のように見えると、うん、であとは僕の方でイメージがあったのは早乙女くんですね。早乙女くんは原作を読んで非常に重要なキャラクターだなと思ったので、どういう見た目にしたらいいのかっていうのはすごく重要だと思ったんですけど、ちょっと僕の方でイメージがあったので、ラフな絵を僕の方で描いて、でそれを山笠さんにキャラクター化してもらったんですね。まあ、原画作業というのかな、アニメーションの一番そのキャラクターのを動かす重要な、作業をするアニメーターたちっていうのも今回は他の作品に比べるとだいぶ少ない人数でやってますね。30人ぐらいだと思うんですけど、でまあそういう人たちが普段はそのアクションとかファンタジーの世界を描いてる人たちがもう何ヶ月もの間ずっと日常の演技を食事をしたり歩いたり、まあ時に泣いたり笑ったりっていう本当にこう日常の芝居をずっと描き続けて我慢強く、すごくストレスがたまる作業だったと思いますけど、本当によくやってもらえたと思うんですけれどね。で背景もカッパの空の時と同じ美術監督の中村隆さんにやってもらいまして、僕の方からはあまり具体的なこんな雰囲気の絵にしたいっていうのはなかったんですけど、その中村さんが最初に提案してくれた雰囲気の絵を僕は気に入ったんで、じゃあこの方向でお願いしますということで、ああいうかなりリアリティのある背景でになったわけですけどね。まあスタッフには恵まれた作品だと思ってます。いえいえ、日本のアニメーションのスタジオっていうのは、まあ、大体みんな、規模がそんなに大きくないんですね。でその一つのプロダクションの中で全ての作業が行われているっていうことはほとんどなくて、その、背景を描くスタジオっていうのはまた別にあって、撮影をするスタジオはまた別にある。で色を塗る彩色をするスタジオはまた別にあって、でそこからさらに中国とか韓国のスタジオに作業をお願いしたりするっていうスタイルが当たり前なんですよ。ですからそのアセンションで、にいたスタッフたちの数といってもせいぜい20人ぐらいですね。その人たちがいつも同じスタジオにずっといたという、あとはもうほとんど他の場所で作業が行われている。まあもちろんこのアセンションからそのスタジオに仕事が出されていたっていう形なんですけど、今回カラフルみたいなこういうすごくこう日常の描写に終始する作品を作った時に
いいスタッフがどれぐらい集められるのかと心配はしてたんですけれど、意外と若いスタッフがそういう日常的な芝居を書いてみたかったって言ってくれる人たちがいまして、そういう人たちにすごく助けられたんですね。僕はやっぱり若い人っていうのはみんなもうアクションとかそういうものを書きたい人が多いのかと思ってたんですけれど、実はそうじゃない人もいるってことがすごく心強かったんですよ。だからまあこれからもそういう人たちに助けてもらわないと僕の作品は多分作れないので、まあそういう人たちと一緒にやっていきたいなとは思っていますけど。家族を描くのが好きなんですね、僕は。まあアクションシーンとかも好きですけど、僕にとってはそれと同じぐらいその家族の間の、日常的なやり取りとかそういうものを描くのがすごく好きでして、でまあアニメーションだとなかなかねそういう部分をたくさん描くっていう機会がないんですけれど、いつかはもうそういうものをなんか思いっきり描いてみたいっていう気持ちがあったんで、まあ「カッパの句」の時もかなりやりましたし、まあ「クレヨンしんちゃん」その前の「クレヨンしんちゃん」の時からもそういう親子の関係を描くっていう面白さを感じていたんですけれどね。でまあ今回「カラフル」ではちょっとまあ楽しい家族の関係ではないですけれど、割とシリアスな、問題のある家族関係を、じっくり描いてみたいなと思いました。まあ森さんの原作自体がそういう重要なテーマを扱っているにもかかわらず、まあ誠というかまだ最初のうちは自分が誰であるかわからない僕という主人公の目線で一人称でモノローグで書かれている作品なんですね。で、非常に無責任な雰囲気で。そういう言葉で書かれてまして、非常にテンポのいい軽快な文体なんです。でまあ僕はその文体の雰囲気を、まあ、なるべくアニメーションでもになってもそれを活かせたらいいなと思って、読むものと見るものでそれは同じものを作るわけにはいかないんですけど、なるべくその軽快なね原作の雰囲気をなるべくこうアニメーションの方にも持ち込もうと思って一応作ってみたんですけど、日本の若者は今すごくね自分のいる場所立ち位置っていうものを気にするようになってるんです。で学校の中、あとは社会に出たらその会社の中での自分がどういうポジションなのかで、なるべくこう浮きたくないというかね変なやつと思われたくなくてその集団に溶け込もうという努力をすごくするんですよ。でもそのためにやっぱ自分の個性を殺して
無理をして周りに合わせるっていうあのことをしてですね、それ でやっぱりどっかにその無理をしてそういうふうにしてるっていうあのところがあのやっぱり自分をやっぱちょっとこうあの自分に正直に生きて行っていないというあの苦しみも同時に抱えるようになってるんですね。でもなんか僕はそんなあの、自分の居場所そんなものはあの、どこに行ったってあるんじゃないかって思うんですよ。でも彼らはやっぱり今自分がいるそのコミュニティみたいな学校なり会社なりのところで、こうはぐれ者になりたくないというあのなったらものすごく怖いっていう恐怖がすごく強いと思うんですよ。そうやってなんかすごくあの自分を殺して我慢して生きていってすごいストレスを抱えているっていう人が多いと思うんですけどね。僕はもうあの自分の居場所がなくても他には今いる場所になくても他にきっと別に自分に合った場所っていうのは見つかると思うんで、そんなの気にしないで生きていけばいいのにって僕は思ったりするんですけどね。いやまさにそうですね。あの、まあ、森さんの原作自体がそういうあの自殺とかあのを描きながらも非常にあのポジティブなあの読み物になってるんですね、物語に。で僕もやっぱそこに共感したんですよ、だからやっぱあの誠くんなんかは本当に中学生ですから、中学生の子がどんな理由があるにせよ自分で死ぬなんて、あの本当に残念なことだと思うんですよね僕は。でも実際に日本では1年間に3万人以上も自殺者がいて、でその中に小学校の高学年から中学校高校生なんていう10代の子たちも含まれるんですよ。彼らはあの非常にその家庭と学校っていう狭い世界で生きているので、その中でいじめにあったりとかしたらもうあのもう自分の、いる場所がない、どこにもないって思ってしまうんですよねきっとね、でも僕はやっぱりそれはあのそんなことはないんだと、きっと他に君がいていい場所、君が仲良くなれる誰かが他の場所にきっといるんだと思ってほしいって僕はやっぱそう強く思いますね。またいろいろな話をしないといけないんですけど僕はあのもともとあの、まあ、親が映画が好きだったっていう影響で映画は割と好きだったんですよ。主にアメリカ映画をあのテレビで見たりしてたんですけど、で、若い頃の僕にとってアメリカあの監督と僕にとってのねヒーローっていうかね、監督のヒーローたちはもうアメリカの、あの監督たちで、本当にスピルバーグとかルーカスとかコッポラとかそういう人たちだったんですよ。日本映画はあまり見てなかったんですね。でもそういう人たちがみんな黒沢がすごいという話をしてるのを聞いて、黒沢を見たんですね初めて、したらもうものすごい衝撃を受けて、日本映画にこんなすごい作品があったんだっていうことをその時に初めて知ってですね、で別の作家たちも見るようになったんですね。でその中で僕にとって一番あの、衝撃だったのがその木下圭介という監督で、もう50年代60年代は黒沢と木下の
2人の巨匠の時代があったんですよ、日本映画には。でもう僕はもうその木下監督の映画を自分の映画を作る上での教科書というふうに思って、で今も影響を受け続けてるんですね。で、あのまあ庶民を描くのがすごくうまい方で、あとまあ黒沢が男っぽい映画を得意としていたわけですけれど、木下監督はその女性を描くのが得意だというふうに言われてたんですね。ですからもうあのそういう、まあ、主に1950年代の今でも名作と言われている日本映画の、 あの傑作がたくさん作られた1950年代の映画、もうそれはもう今の映画なんかよりはるかに演出的レベル的には高いところにあって、で人物の描写とかもあのものすごくこう深いんですよ。で斬新だしね、今見ても斬新なことをやっているし、ですからもうそういう作品たち の、 あの影響もあり、自分もなるべくそういう作品を作っていきたいと、思うようになって、それで多分まあ、そういう作品たちに近づこうというあの自分なりの試みが、まあ、多分そういう、家族の描写とかを深くあの描くとかそういうことになっているんだと思うんですけれど、あの僕が何かを作りたいからといってそれがそのまま作れるっていう状況でもないですから、いつかはやってみたい作品っていうのはあの小説の原作とか漫画の原作でもいくつかはありますけれど、そうですね、まあまたいつか作ってみたいと思ってるのはやっぱり時代劇ですかね。それはいつかはまたアニメーションで作ってみたいなとは思っていますけど、どうなるか分かりませんが「カラフル」という作品は非常にあの日本的な作品だと僕は思っていたんですけれど、こういう形であのフランスのお客さんにも見てもらえるっていうことをすごくあの嬉しく思っています。ぜひあの皆さん気に入ってもらえるといいなと思っていますけれど、あの僕はまあフランスはプライベートでも何度も来ていて非常にあの愛着がある国なんですよね。カラフルが見てもらえるっていうことは僕にとってものすごく名誉なことなんです。ぜひあの楽しんでもらえると嬉しいですね。ありがとう。